い。もっとやりましょうよ。もっと海賊をぶっ殺しましょうよ。チャンスがもったいない。兵士一人一人が命がけで戦ったのに、目標はまだ果たしていないのに、黒ひげやらマルコやらごちそうがまだ残ってるのに、急に出しゃばってきた赤髪の一言で戦闘やめるとかバカじゃないですか。落ち着くんだ落ち着くんだコビー君、大人の事情ってやつなんじゃけえの。そりゃわしだって海賊という悪を許したくないが、赤髪は五老星の大きにだから逆らえんじゃけえの。だから逆らうな、落ち着くんだコビー君。そうだよコビー、落ち着けよ。あのキザルがベンベックマンにひよってんだぞ。俺たちみたいなカス海兵が赤髪海賊団に挑んだら全員死んじまうよ。俺たちに死ねってのか。そうだ。それならよ、どうせ死ぬならどうやって死のうと命令に背いて死のうと意味なんかないんだよな。全くその通りだ。全くもって無意味だ。どんなに夢や希望を持っていても幸福な人生を送ることができたとしても、海賊に殺されても同じだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がなかったのか。そもそも生まれてきたことに意味はなかったのか。死んだ仲間もそうなのか。あの海兵たちも無意味だったのか。いや違う。あの海兵に意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な死者を、哀れな死者を思うことができるのは聖者である我々だ。我々はここマリンフォードで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この大海賊時代に抗う術なのだ。海兵を怒れ、海兵を叫べ、海兵よ海兵よ戦え、先祖を捧げよ。あのコビー君、どっかで団長やってた。聖者大の核サイステーション、クスムシと食べてしまえば